160円のお返しです。はい、ありがとうございました。んこれは、お客様。え、なに。肉まん忘れてます。え、本当だ、ありがとうございます。いえ疲れた。なんじゃこりゃ。こいつの仕業か。しんすけ、それ返せよ。へへ、やだよーだ。おりゃ、何するんだよ。わぁ、なんだよ。こら、しんすけくんたち何やってるの。僕は三戸しんすけ、5歳だ。しんすけ、今日お友達と喧嘩したんですって。なんでそんなことしたの。ユーゴが悪いんだよ。ユーゴがおもちゃを見せびらかしてくるから。おもちゃ？あら、これは？しんすけ、こんなおもちゃ持ってた？ああ、これ？これはユーゴのやつだよ。勝手に持ってきたの？いいんだよ、ユーゴはいっぱい持ってるから。ダメよ、しんすけ、いつも言っているでしょ、自分のためより人のため、思いやりを持たなきゃダメよ。はっ、しんすけったら。ただいま。僕の家はネッシーベーカリーというパン屋さんをしていて、パパとママが毎日出来たてのパンを作っている。おかえり、しんすけ、カバン置いたら手伝ってくれるか。お客さんいないから暇でしょ。やだよ。ほら、しんすけ。だが本当に今日もお客さん来なさそうだな。最近うちのパン屋さんはお客さんが激減している。原因はコンビニでパンを買ったり、最近近くにできた大手の系列店が人気なせいだ。大丈夫よ、なんとかなるわ。しかしだな、現実問題、このまま行けば店を畳まなきゃいけない。もう潮時かもな。しんすけも再来年には小学校に上がって、何かとお金もかかるだろうし。そんな。しかも最近は店のパンが知らないうちに減っている気がするんだ。え、それって誰かがお金を払わすに。わからない、でもこんな風に毎日パパとママは頭を抱えていた。そんなある日。あ、しまった、牛乳がないぞ。すまないが買ってきてくれないか。いいわよ、じゃあしんすけ一緒に行きましょう。え、僕はお使いについていくことになった。なんで僕が。お使いぐらい付き合いなさい。僕とママがコンビニに入ろうとしたその時。ちょい、ダメダメ、悪いけどこの子はこのコンビニには入れないよ。え、この子は出入り禁止なの。なぜか突然店員に出禁を言い渡されてしまった。何かの間違いじゃ。いやいや、間違いじゃないんで。そんな。はい、帰った。どういうこと。しんすけ、あなた何かしたの。何も悪いことしてないよ。そう、とにかく違うお店に行ってみましょう。出禁です。ダメです。そんな理由を教えてください。理由、そんなのその子がよくわかっているんじゃないですか。この子が。どこの店舗でもことごとく僕の入店を断られてしまった。申し訳ありません、この子は出禁でして。せめて理由を教えてください。この子のせいでこっちは迷惑してるんだ。いいから出ていけ、もう二度と来るんじゃねえぞ。店長。そんな、私たちはただ牛乳を。こら、出てった。帰りましょうか。その夜、僕の家では家族会議が開かれた。しんすけ、何もしてないわけないわよね。どうしてしんすけはあんなに出禁になってるの。僕は何も答えなかった。しんすけ、なんとか言いなさい。黙っていちゃ何もわからないでしょ。何も悪いことしてないってば。あ、ちょっと待ちなさい。しんすけのやつ、何があったんだ。ここのコンビニはまだだったよね。よし、やるぞ。あの場所はこの辺かな。あった、ここだ。これでよしっと。楽しみだな。その日の夕方。あ、お客さんがこんなにたくさん。あ、お会計ですね、少々お待ちください。最近少しずつだがお客が戻ってきてる気がする。でもどうしてだろう。きっとうちのパンの美味しさが伝わったのよ。これからが頑張り時ね。もっともっとお客さんを増やさないとね。そうだな。ただいま。どこに行ってたのよ、こんなに忙しい時に。しんすけも早く手伝ってちょうだい。僕部屋に行くから。ん？ねえしんすけ、そのポッケに入っているお菓子、それ何？あ、これは。まさかこれ。僕は悪いことしてないよ。じゃあお店のパンはどうなの。
お店のパンが何？お店のパンが最近減ってるのよ。まさかしんすけが？それはやっぱりあなたなんてことをしたのよ。じゃあ確かめに行くわよ。え、ちょっと、僕は何も悪いことはしてないってば。こうしてママは僕を連れてコンビニに向かった。いらっしゃいま、お客様、以前もお伝えした通りこの子は出禁で。ええ、分かっています。でも理由が知りたいんです。この子ったら何も教えてくれないので。そうですか。君何か言うことはあるかい？僕は何も悪いことはしてないもん。ではこちらへ来てください。僕たちは店員さんにバックヤードに連れて行かれた。まったく大変なことをしでかしてくれたものですよ、この子は。うちのしんすけが一体何を？とりあえずこちらを見てもらえますか？そう言うと店員さんは数日前の監視カメラの映像を僕たちに見せた。ここです。ほら見てください。これは。そこには僕が荷物を持ってコンビニに入る姿が映っていた。よし、ここだ。ここならみんな見てくれるよね。これはしんすけがうちのパンをコンビニのパンコーナーに置いてる？今回のしんすけくんの行為は万置きという迷惑行為になるんです。それで私たちもやむなくしんすけくんを出禁にしたというわけなんです。そんな、どうしてこんなことを？この子のせいでパンの売れ行きが下がったんだ。このパンを見たお客さんたちはコンビニのパンを買わず、どうやらネッシーベーカリーに行ってしまうようで。そうだったんですね。それで店の売り上げが下がってしまったんだ。まったく、なんてことをしてくれたんだ。しんすけ、なんでそんなことをしたの？なんでみんな怒ってるの？いけないことをしたからよ。そんな、僕はただパパとママを助けたかっただけなんだ。僕は今までのことをすべて話した。最近パンが売れないってママたちが言ってて、ここに置けばみんなにパパとママのパンを食べてもらえると思ったんだ。だからいろんなコンビニにうちのパンを置いてたんだ。しんすけ、前にユーゴからもバカにされてたし。それって幼稚園で喧嘩してた子？そう、あいつね、ネッシーベーカリーのパンなんて美味しくないって言うんだ。そうだったのね。そうだわ、あのお菓子は？買ってあげた覚えのないお菓子。あれ？あれは道で困っているおばあさんを助けたらお礼にくれたんだ。本当に悪いことをしたわけじゃなかったのね。ママいつも言ってたじゃん、自分のためより人のためって。だから僕もママたちのために何かしてあげたいと思ったんだ。しんすけ、ありがとうね。お店のことを考えてくれて。でももうこんなことしちゃダメよ。いろんな人に迷惑をかけたんだから。わかった、もうしないよ。この度はご迷惑をおかけしてすみませんでした。この子も悪気があったわけじゃないんです。許していただけないでしょうか？お、だが、わかったよ、いいだろう。ありがとうございます。こうして僕はなんとか出禁を解除してもらったのだった。その後僕たちは、僕が万置きをした全ての店舗に謝罪に行った。ごめんなさい。ご迷惑をおかけしました。もうしないでくださいね。数時間後、僕たちがネッシーベーカリーに戻ると、そこにはお客さんが大勢いた。あ、二人とも帰ってきたんだな。急いで手伝ってくれ。聞けば僕たちがコンビニに向かった後、さらにお客さんが押し寄せたらしい。計らずもしんすけのおかげだったってことね。もうしないよ。あ、何かあったのか？もう誰かに迷惑をかけることはしない。しんすけ、これも頼む。はーい。自分のためより人のため。大きくなったらこのお店でみんなが喜ぶ美味しいパンを焼くのが今の僕の夢だ。